海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしています。そしていよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まります。 F-35B 戦闘機の配備先は宮崎県のニュータバル基地に決定しました。今回は護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について見ていきたいと思います。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されていますが、日本の無人機導入も着々と進んでいます。将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えましょう。海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀においては航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の短距離離陸垂直着陸ストブル型である B タイプを運用することを可能にするための空母化改修が進められている。1番艦の出雲は2021年6月にジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で1回目の改修を終え、飛行甲板で F-35B が垂直着艦を行う箇所、特殊塗装による耐熱化工事や誘導灯などが設置され、短距離発艦のための艦首から艦尾までの黄色いトラムラインと呼ばれる表示線が引かれるなどの改修が行われた。出雲では2021年10月5日にアメリカ海兵隊の F-35B が1回目の改修を終えた出雲において発着艦試験が実施され、海兵隊パイロットは F-35B 機体の中心をこの表示線に合わせて着艦した後、表示線に沿って飛行甲板を滑走して発艦に成功した。2回目の改修は2024年度に実施される予定とされていて、艦首の形状を現在の台形から四角形に変更する工事や着艦誘導装置、飛行甲板の標識灯下灯改造、温度計測装置、衛星通信装置改造、艦内区画の変更などが行われ、2026年度中に空母化が完了する。また、2番艦の加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所のドックにおいて、1回目の改修が実施されていて、加賀には、出雲と、同様の飛行甲板の耐熱塗装工事や表示線塗装などと同時に、艦首形状の四角形へ変更する工事が施工される。この改修は、2023年度中に完了する予定で、その後、2026年から2年間をかけて、2回目の改修が予定されていて、それによって、空母化改修を終えるため、出雲が一足先に空母として就役することになる。その一方で艦載機となる予定で、42機の導入が計画されている F-35B は、2023年度予算において8機分を取得するとして、1435億円の予算が計上され、国内の陸上配備予定基地として、宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備される予定で、出雲型護衛艦2隻の改修の完了を待つことになる。日本のインターネットや SNS などでは、出雲型護衛艦の空母化完了後に、艦載可能な F-35B の機数が、防衛省の見積もりによれば、艦内に収容できる機体は10機程度が運用可能と見積もられているほか、露天駐機スペースが飛行甲板全部に5機、飛行甲板後部に3機の計8機のスペースがあることから、それらを利用しても18機の運用が最大とされ、中国海軍が現在3隻保有している通常動力の正規空母、遼寧の搭載機数36機、3トンが44機、そして昨年6月に進水した
復権の60機と比較して、搭載機数が少ないとして、空母として正面から対戦できる戦力ではないと、防衛省の出雲型空母化計画を批判する声があるのだが、この批判は、出雲型護衛艦で F-35B を運用することの意味を理解しているとは言えないと指摘する声がある。防衛省では、世界の航空戦力の数勢が、第5世代ステルス戦闘機の配備を進めている現状において、日本周辺の防衛において、航空優勢を、間断なく確保するために、高性能な戦闘機をより、多くの日本本土にある飛行場からの離発着を可能にする、柔軟な運用体制の構築を目指している。しかしながら、2023年現在において、全国の自衛隊が使用可能な飛行場は、民間航空会社との共用飛行場を含めて45箇所しかなく、しかも現在の航空自衛隊の主力戦闘機である F-15J、イーグルが離発着可能な2400メートル級以上の滑走路を持つ飛行場は20箇所しかないのが現状で、特に太平洋上においては、本土から遠い小笠原諸島の南端にある硫黄島基地1箇所しかない。また、中国海軍の外洋進出を妨げる存在として重要な鹿児島県から台湾まで長さ 1200km に及ぶ南西諸島においても戦闘機の地発着に支障がない滑走路があるのは沖縄本島の那覇基地と沖縄県が自衛隊機の使用を認めていない宮古島の隣にある下地島空港の2箇所しかないのである。そのため、これらの地域で、有事の際の航空優勢を確保するには、数百メートル程度の滑走路があれば、離陸が可能である。短距離離陸、垂直着陸、ストブル機である F-35B が必要であり、理論的には、自衛隊が使用している、すべての飛行場の運用が可能となるほか、小さな島でも運用することが可能となる。そして、そこに空母があれば、移動する飛行場として補給基地を確保できることになり、陸上基地から飛来する F-35B が敵艦隊を攻撃した後の補給基地として運用するのであれば、出雲型護衛艦は時間直延用の F-35B を数機搭載できれば、よく常時多数の艦載機を持つ必要がないのだ。さらに、当初の小さな飛行場に、F-35B の飛行隊が展開することになった場合、問題となるのは、整備部隊と補給部隊の存在であり、通常基地として使用していない飛行場であれば、それらの部隊を運搬して配備しなければならない。南西諸島であれば、飛行場を持つすべての島に、あらかじめ、それらの後方支援部隊を配置しておけばいいのであるが、人員不足が、問題となっている自衛隊において、それだけの人員を配置できる余裕はなく、また、そのためには、膨大な予算が必要となる。そのため、今後導入される F-35B を活かすためには、整備部隊と必要なパーツ類など一式と補給部隊とミサイルなどの弾薬や燃料を満載したタンクローリー、さらには、飛行場防衛用の地対空ミサイルシステムなどをパッケージ化して、有事の緊急時に即座に展開できる部隊の編成を急がなければならないとの指摘がある。しかし、空母としての改修が完了した出雲型護衛艦であれば、艦内には整備部隊と必要なパーツ類、航空燃料や弾薬などを常時艦内に満載しておくことができ、敵艦隊を攻撃する F-35B に対して発着艦するだけで補給やパイロットに給養を与えることも可能だ。さらに、出雲型護衛艦を中心として防空に特化したイージス護衛艦などによって艦隊を編成することで直延用の F-35B とともに敵航空機や地対艦ミサイルなどの攻撃に対する艦隊上空の防空が可能となるのである。出雲型護衛艦を空母として運用する場合に問題となるのは、艦艇が
海上自衛隊で、航空機が、航空自衛隊とそれぞれの命令系統が異なることにあるとされ、例えば奪われた島嶼を奪還する作戦に従事する場合には、水陸両用作戦を実施する陸上自衛隊の水陸機動団の指揮下に入ることになり、その際の状況によっては、水陸機動団を乗せた垂直離着陸が可能なティルトローター機 V-22、オスプレイや大型輸送ヘリコプター CH-47J、チヌークなどの陸上自衛隊機が、発着艦する可能性もあり、そのための指揮系統などについての調整が必要となるとされている。また、敵の上陸部隊の攻撃を受ける島嶼を防衛する地上部隊を航空自衛隊が援護する場合には、出雲、型護衛艦を含む護衛艦隊は、ニュータバル基地の F-35B 飛行隊が所属する第5航空団司令部の指揮下に入ることになるであろう。そして、中国海軍の空母部隊の進出を阻止するために出動する場合は、航空自衛隊の F-35B 飛行隊が、海上自衛隊の護衛隊群の指揮下に入るなど、状況に応じて、その指揮系統を整理して、臨機応変に対応する必要があるのだ。そのため、空母化した、出雲、型護衛艦と、高額な第5世代ステルス戦闘機 F-35B で編成される飛行隊を、様々な想定において、そのスペックを効率よく引き出して運用するためには、陸、海、空、3つの自衛隊が、それぞれの立場を主張することなく、互いのリスペクトの下に協力し連携することが大切とされる。また、日本の防衛においては、アメリカ軍との協力と連携も必要不可欠であり、無駄なくスムーズな協力、連携のためには、3つの自衛隊を統合する上位組織として、アメリカ軍における総合参謀本部のような存在が必要不可欠とされ、その創設を急ぐべきとする声が高まっている。